歴史に学ばないチャンネル。僕は崎崎祐介、先月二十歳を迎えたばかりのごく普通の大学生。そんな僕にとんでもない災難が起ころうとは。その災難は不意に訪れた。その日もいつものように自転車で大学へ向かっていたのだが、ひゃー、今日はあったけー。春の心地よい風を受けながら坂道を下っていた。坂の下の交差点が見えてきた。あそこの交差点は青になるまで時間がかなりかかる。黄信号を見てペダルに力を込める。ギリセーフだろ。普通にアウトだった。交差点の中ほどで僕の体は何かにぶつかり、僕は飛ばされて地面に打ちつけられる。あれ、俺、おそらく僕は車に轢かれたのだろう。薄れていく意識の中で、一限間に合わないな、どうでもいいことを考えていた。そこから僕はどのくらい寝ていたのだろうか。もしかして僕は死んだのだろうか。意識だけがふんわりと浮いているような感覚だ。なんだか眠たいな。眠たいということは生きているのだろう。意識のオンとオフは感じ取れる。先生、ゆうすけ、ゆうすけは助かるんでしょうか。お母さん、非常に申し上げにくいのですが、ゆうすけくんは現在植物人間のような状態です。そんな、あの子はまだ二十歳になったばかりなんですよ。お気の毒です。あれからゆうすけは一ヶ月の間眠ったままだった。ようやく意識を取り戻したものの、五感を失っていた。もしかするとこのまま意識を失っていた方が良かったのかもしれない。想像してほしい。目が見えず何も聞こえない。匂いもなければ何かに触れるという感覚もない。もちろん味覚もない。それでも意識だけはある状態。何も見えない暗闇。 SOS を叫ぼうとも出ない声。助けて。何をどう頑張ろうが外から情報が得れない。ということは自分が五感を失っていることを知る術もない。こうしてゆうすけには言い知れぬ恐怖が意識の経過とともにやってくる。恐ろしい、怖い、苦しい、悲しい、寂しい、無駄に生きてる負の感情だけが押し寄せてくる。精神が崩壊しそうだ。このままだと本当に全てが壊れてしまう。そうだ、何かをしなければ。ひらめいた、あれだ。ひらめいたあれとは以前に授業で習ったことのある手話だった。手話ならば話ができなくても身振り手振りで何かを伝えることができるはずだ。死ぬ気で思い出そう。ゆうすけはその日から意識があるときはずっと手話で SOS を発し続けた。これはゆうすけ自身の精神が崩壊しないための手段でもあった。だが体の全感覚がないゆうすけがしている手話はそばから見ると人差し指がかすかに動く程度のものでしかなかった。そんなこととは知らず、ゆうすけは来る日も来る日も手話で誰ともわからない相手にメッセージを送り続けた。すると、ある日一人の看護師がゆうすけの指が動いていることに気づく。先生、ゆうすけくんの指が動いてます。意識が戻ったのではないでしょうか。そんな、まさか。あれから一ヶ月も経っているんだ。本当に動いたのかね。ふむ、このことは誰かに話したかね。いえ、まだ先生にしか話していません。そうか、このことは一旦忘れてくれ。え、彼は意識があるかもしれないのではないでしょうか。これはね、一種の筋肉の反射反応だろう。だからね、これで君が彼の意識が戻ったと騒いだら、ご家族はどう思うかな。ぬか喜びをさせて必要のない希望を与えてしまうことになるんですよ。はあ、本当かな。じゃあ、会心もあるし、行こうか。もしもし。いやあ、うちの病院でね、興味深い患者がいまして、この間お話していた新薬の実験にはうってつけかと。本当かね。こっちで手を回して死亡診断書を作らせよう。ありがとうございます。次の学会は期待ができますね。こうして
僕は事実上この世界から抹消された。現在医学界のモルモットとしてこの体は使われている。しかし僕には病室のベッドだろうが実験台の上だろうがもはやどうでもいいことだった。どうあがいても五感がないのだから何も感じない。何も知らないユウスケは病院の地下にある誰もいない特別実験室で一人、存在しない誰かに向かって手話を続けているのであった。